どうもー皆さん聞いてますか？お楽しみの時間が始まりましたよ。令和はわーということで、安田大サーカスのクロちゃんですわーわーということで、ジレトークを聞いてみなさん、ジレーションの母さん、リュウトと、緑ちゃんでーす。わー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 、その目に優しいのじゃない。ということで、なんと、今日はもうスペシャルなゲストが来てくれています。はい、令和に入って、令和わーわーというのをやっぱ、教えてるんですかね。そうですね、あんまりあのそこをねほりはほり聞かれることないんですけどね。ちょっとあの冒頭から気になったので、令和は結構個人的にはすごく好きでした。あ、本当ですか、ありがとう、はい、その代わり笑ってなかった気がするんで、気のせいですか？大丈夫です、めっちゃ笑ってました。あ、本当ですか、心の中で笑ったとか俺許しませんからね。今日はじゃあ存分に笑わせていただきたいと思います、はい、ということで、このジュネトーク芸人さんは初めてということで、はい、初なの？初です。どういうこと？なんかわかんないけど、しかも冒頭で一番最初喋るなんて知らなかったから振られてびっくりしたんだけど。そんなことあると思って。いや、ちょっとプチドッキリということで。プチドッキリでした、はい、あのやめてもらっていいですか？今日普通に楽しみに来たね、いつもみたいな感じで、はい、なんかよくわかんない感じで絡むのと違うと思ったから、安心してたらもうむちゃくちゃじゃんか、そっちが。いや、なんか最近ちょっとね、クロちゃんさんとお仕事一緒になることすごい多いて、あとアグネちゃんじゃないんでクロちゃんでいいですよ。あ、本当ですか？クロちゃんさんってなると俺ちゃんも言っちゃうから。じゃあクロちゃんくんで、クロちゃんくんでね。違うから、あの総理大臣が選ばれる時の名前とかじゃなくてもいいんじゃないから。じゃあちょっと逆にしてクロくんちゃんにします。いや、クロくんちゃんってね、いやいや、なんか東京にしたけどよくわかんないよ。なんなの？待って、こんな自由な感じなの？めちゃくちゃ自由な感じで。ちょっと嬉しいですね、そう考えると。いやいや、もう僕らも嬉しいです。まさかこのね、つけてるヘッドフォンから、クロくんちゃんさんの声が。クロくんちゃんさん、いや、どっちか一つ来てよ。二択両方入れるのおかしいですよ。すいません。白黒入れると混ぜるの危険だからね。すいません。まさかね、一緒にこうやってできると思ってなかったんです。すごい嬉しいです。ありがとうございます。冒頭ね、挨拶だけで、もう、誰かわかるわけじゃないですか。確かに、うん、そういうのってやっぱりすごい素敵なことだと思いますよ。す、ね、声だけで認識できるっていうのは、うんうん、まあね、声がセクシーですからね。色っぽい。仕上がってる。仕上がってます。反り上がってる。ということでですね。ちょっと待って、反り上がってる。なんだ。反り上がってますよ。褒め言葉なんですか？はい。わかんないですけど、俺の頭見て言うのやめてもらっていいですか？俺の頭が放送禁止みたいな。やめてもらっていいですか？そんなことないです。もう反り上がりすぎててやばいです。反り上がりすぎてる。まあ、何度も共演しますけど。はい。俺からするとさ、もともとね、なんとかだし、みたいなこと言ってんのなんかハマってくれて。そうですね。多分ね、それ僕ですね、しかも言ったの。あ、一番最初言ってたんですよ。そうっす。で、僕がなんか音楽番組かなんかでそれ言ったら、うん、多分絶対クロちゃん、うん、乗っかってくるよっていう予想のもと言ったら、うん、僕が音楽番組で言ったのを、うん、多分、うん、クロちゃんが、うん、ジェネレーションズのみんなが出しって言ってくれてるしんよって乗っかってきて、みんなめちゃ盛り上がった。ほら言ったみたいな。ほらやっぱ乗っかってきたじゃん。待って待って待って、すごいちょろいみたいな感じでいいんだよ。もう本当作戦通りだったんで。いや、だってさ、まさかあんなさ、はい、歌番組でさ、はい、生放送で言うとは思ってないからさ、びっくりしたよ。けど嬉しかった反面、けど、ジェネレーションズみんなが好きだって言ってくれてることによって、はい、俺のじゃなくて、そっち側が話すみたいな感じになって、なんか俺のもんじゃなくなったみたいな感じになりそうだから、それは怖かったんだけどね。それは本当に申し訳ないです。すいません。はい。でもやっぱ、打診はやっぱね、はい、変わらずクロちゃんのものなんで。そうですね。そうね、けど、意外とね、あんまり言わないからね、俺が。ああ。やっぱ、普段からあのキャバクラの女の子に連絡するときは使わないんですか、やっぱり。ね、めちゃくちゃ言うね。次、いつ空いてるシーンか。そういうのが聞きたいんですよ、今日。そうちょっとどんどんね、クロちゃんの魅力を引き出していけたらと思ってますので、ジェネトークどうか今週もよろしくお願いします。お願いします。それではせっかくゲスト来ていただいてるので、クロちゃんぜひちょっと曲紹介を。僕の好きな、一番アイドルで今好きな、ふわふわ、ふわふわのジェリービーンズ。どうもということで、楽しんでいただきましょうか。出てるクロちゃんの方がふわふわしてるって、そんなことないしよ。それじゃ、返します。どうぞということで、ジェネレーションズがお送りしているジェネトーク、はい、今日は芸人のクロちゃんと一緒にお送りしております。はい。では、ここからは初となるエッセイ、はい、黄色かピンクか、シロちゃんの、色が多すぎて、三色。黄色、膨張色じゃない、戦隊ヒーローの、いや、女役の色じゃない、ね、あと白、色違い真逆。すいません、ありがとうございます。全部答えていただいてありがとうございます。ということで、正しくは、黒か白か、クロちゃんの流儀ということで、はい、うん。これについていろいろとお話ししていけたらなと、はい。思ってるわけですけども、はい。ありがとうございます。これね、僕初エッセイなんですよ。
そうですよね、はい、これでもねやばい、このジャケ、うん、インパクト、すげえインパクトある、これジャケ買いしそう、これ本屋にあったら。もうこれね、うん、あの投票する、うん、いや投票しないでしょ俺見た時俺犯罪者かなと思ったいやいや本当によくこんなのジャケットにしたなと思ったもん俺、うん、やっぱねこの反り上がってる部分にクロちゃんの流儀で入ってるのがいいですね、うん、いいっすね、反り上がってる、それそれ椎名くんが線入れるところだからね、カメラのいや、うん、待って待って、こんなトークで OK なんだ、俺逆にさ、やっぱ、二人と絡むから、はい、きちんとしとかないと、スタッフさんに怒られるのかなと思うぐらいの感じで来てたら、全然全然ない。自分たちリミッター超えてっちゃダメだからね、本当に。大丈夫。はい、ということで、これどういった経緯で発売することになったんでしょうか、うん、これ、発売する経緯っていうのが、ありがとうございます。これはドッキリ。音が鳴ったら急に。すいません、これはドッキリだとは思わなかったんでしょうかドッキリだと、ドッキリだと思わないよ。思う。この本を出すって、エッセを出すってなったことに関して、絶対これまた何かの企みだってならなかったんですか。いやならないね、俺基本的にドッキリだと思って。ありがとうございます。え、喋ってないの。こんな切り方この本はもうがっつりどういう内容なんでしょうか。がっつりがっつりどういう内容、はい、だからあの僕のね反省が入ってるので、うん、クロちゃんってねなんで心が強いのかとかね、アイアンハートとかいろいろ言われたりとかしてるけど、それとかまあちっちゃい頃どうだったのっていうの全部入ってますので、ハートフルな仕様となってますよ。確かにね、クロちゃんのハートの強さ、うん、やばい、ちょっと業界を生きていく身としては、うんうん、学ぶべきものがマジであると思う、うん、あ、本当に思ってます？めちゃくちゃ思います。いや、けどいろんなことにあのショック受けたりとかしながら、それに立ち止まらずに頑張ってなんとか得しよう、頑張ってやろうと思っているだけですからね。うん、やっぱりね、うん、この荒波をくぐり続けるこのクロちゃんのハートの強さは、うん、それやってます。それやったらどこ見て言ってんの？しかもくぐり抜けるってことは飛び越えてない感じだからね。普通ハードル飛び越えるって言うんだけどさ、はい、俺なんかそのハードルを下をくぐり抜けないといけない。もうくぐり抜けるカリスマです。もうそれやってます。待って、それやってますよ。だから頭を見るんじゃないよ。目線が合わないんだよさっきから、はい、本当に。マジでもうヘッドホンがもう誰よりも似合ってます。いや似合ってるじゃない。ちょっと浮いてるから嫌なんじゃない？上の部分が浮いてるから、なんかそこの隙間を見てる感じがして、そこをくぐるわけじゃないからね。すいません、もうでも、うん、そのね、クロちゃんの SNS とかすごい大好き、実は見させていただいてたりとかするんですよ。ありがとうございます。あの、共演した後に僕らの写真上げてくださって、うん、で、ね、それに対して、うん、あの、僕らのファンの子がちょっとこう、すごいコメントしてるのも見たりもしますよ。本当だよ、本当だよ。あの、びっくりするぐらい、本当に。これあのお便り届いてるんですけども、 ありがとうございます。これはラジオネームひなさんからいただきました。あ、ひなさんありがとう。はい、なんでクロちゃんはそんなにジェネと絡むんですか、やめてほしいですという。いやいやいや、待って待って、今読むやつこれちょっと至急ちょっと緊急連絡で入ったんですけど、ひなちゃんなんでそれは2つを混ぜるとさ、自分の好きなものと好きなものを混ぜるとどっちを応援していいか分かんなくなるから絡まないでほしいってことこれ。めちゃくちゃポジティブ、やっぱすごいね。そうなのかな、これはすごい、これすごいよ、このハートの強さっていうのはやっぱりそれやってますね。やっぱりそれやってますか。これはでもひなちゃんもクロちゃんが絡みに来てるんじゃなくて、実はちょっとジェネがクロちゃんを求めてるところもあるんですよ実は、うん、で僕はアベマ TV で共演した時に聞き逃さなかったんですけど、はい、なんか言いました。クロちゃんがジェネとねこう共演終わってありがとうございましたって言った時に、うん、SNS はファンタジーだしんよって言ったんですよ。いやいや、まだ見たい。マジだろ、ここにも書いてるわ。僕ね、もうその一言が、はい、もうこの人マジですごいわと思って。あ、本当に？もう、あの更新頻度で、うん、あのコメント数って、やっぱりクロちゃんしかいないと思うんですよ。うん、やっぱり。どんな投稿しても、うん、絶対的確なコメント来てるじゃないですか。うん、なんか不思議なんだよね。だから、けど、うん、一つ言わせてもらったら、うん、俺はね、裏も表もないから、うん、なんでしょうね、普通の人たちってやっぱそのテレビとその、うんね、プライベートのギャップがすごかったりする人たちも多いと思うんですけど、うん、逆に俺はね盗撮されて勝手にそれを盗撮をオンエアされてるから、うん、だから隠しようがないからなるほど。でその中の嫌な部分を多分特に水曜日あたりがやってると思うから本当地獄の軍団だからね、マジで。手が引っ越そうと思わないですか。確かに。なんで引っ越さないんですか。めっちゃ人来ないですか。いや来るよ、ですよね。絶対って普通に分かるっすよね、あのテレビ住所だってね水曜日で言われてるからね。ですよね。だってあれね、普通にテレビとかでねその家のところが映るときって周りとか映さないようにぼやくのもモザイクかける。ぼかしない。で、うちの家のところだけモザイクかかってなくて。そう、モザイクかかってないんだよな。で逆に俺が歩いてるところとかモザイクかかってるとするから逆でしょ。逆そう、街歩いてる周りはぼかし入ってんすけど、家のあのね、道路は全くぼかされてない。全くかかってないですよ、いつも。だからね、その、それこそ夜中の1時ぐらいにピンポーンってなるから、
で、なんかなと思ってガチャって開けてみたら、あの、近くまで来たんで来ましたってよく言われて。いや、怖すぎ、マジで、やばい。あの、近くまで来たから来ていいもんじゃないから、しかも夜中でしょって。ダメだよって言って、一応そこで写真撮って。あ、撮るんすね。優しい。いや、一応ね、だって、まあ、来たっていうことだから、まあ、労力使ってるからね、と思って。帰らせて。そしたらまた一週間後にまた同じかピンポンってなって、開けてみたら、また近くをネキさんって来ましたって言うから、もう来んなって。やば。いやでもね、それ神対応だと思いますよ。労力使ってるからって頭になんないもん、普通。お前何してんだよってなりました、普通に。なったんだけど、けどなんか、そんだけの気持ちで来たんだったら、まあ、いっかなと思って。だけど、それこそだけど、めんどくさい時とかね、空港とかで、ね、修学旅行生とか来た時とか、すげえめんどくさいから、その時はもう、バッて対応するけどね。もう嫌だって、ちょっと嫌な感じの対応するときもあるし、逆にああいうとき思うのが、やっぱ先生とかが止めてくれるのかなと思ったら、先生が一番走り出たりとかするから。いや、止めろよっていうですね。ちょっと待ってよと思うもん。それはないですね。クロちゃん、バンダナにキャップ被るスタイルあるじゃないですか、マスク。あれが変装なんですか？いや、待って。すげえ気になってて、変装するってなると、普段着ないちょっと服着て、もう、フード被ってとか、もう本当に誰か分かんないのが、やっぱ正解なわけじゃないですか。正解な。僕、今まで何回か品川とかでお見かけしたことあるんですよ。もう、100メートル後ろからでも分かるクロちゃんですよ。シルエットがクロちゃん。シルエットがクロちゃんなんですよ。いや、ごめんなさいけど、確かに、俺の変装は、確かにバンダナ、まあ帽子被って、で、マスクしてるのが、俺の変装。で、それを、やっぱり水曜日が、その方がオンエアするから変装じゃなくなっちゃう。そうそう、だってそれでね、メガネとかかけてとかやるとメガネ曇るし、まあそうですね。そうそう、なんかやりにくいから一番楽なのがマスクで帽子、はい、けどだったらもう全然変装しなくていいんじゃんって言われる時もあるんだけど、けど逆に変装全然してないのに声かけられた時にちょっと今急いでんでとか、ちょっとダメなんですよって対応はなんかね、一つ自分の中でクッションがないからダメなんでね。変装してて声かけられたらその時は別にいいですよって取る場合もあるし、けど本当にダメな時はすいませんっていうのは、なんか変装してるからこそ本当にごめんなさいって言いやすかったりとかするから、そこのね、なんかね、心の持ちようがね、やっぱ結構自分の中大事だから。ふと今話聞いて思い出したんですけど、まあダシン一回ちょっとジュネの中でブームがあったんですよ。はい、今ドゴゴゴっていうのが入ってる。アイマスクつけられて、ヘッドフォンして、どっか運ばれて、なんか、ほったらかしされるコーナー、あったじゃないですか。コーナーじゃないか、あれ。鳩とクロちゃん帰ってくるのはどっちが早いか。あれの、ヘッドフォン取って、アイマスク取った瞬間のドゴゴゴっていうのが、めちゃめちゃ今、ジェネの中で流行ってる。すごいね、結構前のやつなのに、それが流行ってんの？そう、流行ってます。ジェネ、どうなってんだろうって思っちゃうよね、クロちゃんの大ファンですよ、僕ら。ありがたいね、あのハトのところもさ、アイマスクを取っていいって言われるまで取らないっていう頭になってたからね。そうですよね。あれ本当に地獄っすね。本当にだって東北でさ、しかも一番さマイナス3度ぐらいだったから。これそうそう、短パン半袖っていうのがさ、1時間ぐらいそこで放置されてて、やばかった。あの子あれ本当にえぐいなと思いましたけどね。ガチなんですか？いやガチですよ、だってあの番組は本当にえぐいっすよ。やっぱ本気ってやっぱ伝わるんだなって思いますね、やっぱりマジって。だからそれにやっぱ僕ら見せられてるところありますね。それでやっぱクロちゃんのことやっぱ好きなところもね。いやいや、危機的状況でどうなるかっていう解放法みたいな感じになってる。いやー、まあね、そういうこう表情もありつつ、真面目な一面もやっぱこの本の中では感じれるんですかね。なんか世間的に言うと嘘つきキャラ、クズキャラと批判されてますが、どうですか、ご自身では。いや別に嘘なんかついてないし、勝手にみんな勘違いしてるだけだし、いやクズとか言うけど、いやいや違うよ、俺素直だって。山ちゃんの結婚ねした時だってみんなおめでとうとかって言ってたけど、あんなおめでとうって言ってるやつら本気で思ってるやつ1割いないからね。本当に。いや、これはね、本当にみんなに言いたい。あれよ、だけどおめでとうって言っとかないと、なんか、器がちっちゃいなとか、不謹慎だなみたいな感じ言ってるけど、みんな本当に悔しいとか、なんだあいつ、俺より下だと思ってたのに、上に行きやがったとか思って、イラッとしてるはずなのに、そこら辺がね、なんかそういうところを俺が代弁してあげてんのかなと思ってますけどね。今、じゃあどうなんですか、自分の中では。いや、ぶっちゃけ、同じ地獄にいたと思ったのに急に天井界行ったから超腹立ってるし、あと顔とかでね、山ちゃんね、吉本の舞台クランキングで3年連続1位取って殿堂入りしてるじゃんか、
いや顔で言うと山ちゃん本当ブスだから、うん、まあ、先輩だけど山ちゃんブスだから俺で全然俺パーツいいって言われるし、はい、いや全然いや母じゃねえしいやパーツいいと思いますよ。やっぱいい、はい、いや不じゃないですよ。ちょっとちょっと横から見たら変わるかなって言って角度変えないでいやだからね、うん、全然俺だから山ちゃんがねその女優行ったから俺はねギャル女優行かないとなと思ってるからね。ギャル女優、ギャル女優、うん、具体的に誰ですか。有村架純ちゃんとかビリギャル、ビリギャルやってたから。なるほどね。今田美桜ちゃんとかも、うん、あと中条あゆみちゃんとか、うん、まあ、清楚系かもしれないけど、まあ、付き合ってからギャルにすればいいからあ教育するってことですか。黒茶色に染めるってことですね。そうそう、元々別にねもう画面差しとか元々ねそういうのが高ければ、うん、後で付き合ってから俺好みにすれば何でもカスタムできるから。カスタム気持ち悪い。気持ち悪いから。マリアには受けるから。ちょっと見てみたいところもあるけどね、うん、そういうこうね、いわゆるこう世間一般の方がもう国民的に知ってる女優さんが黒ちゃん色に染まっていくと。うんうん、面白そう。ちょっとどうなっていくんだろうなっていうのはちょっと興味あるところではありますけどね。いやちょっともう聞き出すとちょっと止まんないですね。これちょっと。ね、1時間放送したいぐらいですよ。確かにね。もう丸々。うんしたいぐらいですけども、けどもクロちゃん初となるエッセイ、黒か白かクロちゃんの流儀、気が向いたら購入してください。いや気が向いたら、全然向いてなかったよろしくお願いします。一番も剃ったから、剃ったり剃ったから、いや話しすぎた。ジェネットーク。お、メール。じゃあ行きます。ユーピッキー。はい、お願いします。すっごい変な話なんですけど、友達と検便の仕方についての話になって、私のやり方が変って言われました。やり方はちょっと恥ずかしいんで言えないんですけど、皆さんどうやって検便してましたか。ちょっと待って、なんだ検便してたって何なの。検便の話が来ましたね。健康チェックですね。いや昔ね、それ学校でね、小学校の時とかやったけど、うんうん、私気持ちよかった。いやその時は違う待って待って待って、本当になんだよ本当に。クロちゃんなんすか。え、待って待って、本当にこんなこと言う番組なの。出るんすか。いや、からん、いや言ったなよ。いや、だったら俺言うけどさ、はい、いや、付き合ってた女の子が俺の欲しいって言われて、うん、で、初めてってどう、何もないよって言ったら、え、こうなるわみたいな感じで言われて、えってなって、で、だけど俺そんなんやったらなんか変なね、おかしくなって、その、やだなと思って、どうしようと思ったけど、その子のことめちゃくちゃ好きだったから、でもその開発するね、ついてて、ちっちゃいのから大きいのに変わっていく、で、数珠みたいな感じ。それでね、数珠。均等じゃないんだよね。はいはいはい、徐々にね。惑星のね、なんか遠近法みたいにね、ちっちゃいのからでかいのになっていくみたいな感じで、冥王星ちょっとちっちゃいなそれでね、ちょっとね、何星待って、ね、水金地火木土天解明あります。水金地火木まで。木星まで行った。木星行ったな。木まで行った。木まで行って、それでちょっと、まあ、途中でごめん、無理って言ってやめたもん。だからまだ。何の話してるの。本当にこんな話していいの。大丈夫です。だから、結果的に、クロちゃんはその、小学生の時に、もう、幼虫検査とかのシート貼るのを頭に貼ったら幼虫が出たっていうことでいいですよね。出てないよ、また頭貼ってるクロちゃん、ちょっとさっきの曲に続きまして、はい、もう一曲紹介お願いします。あ、僕歌出してるんですよ、実は。ほうほうほう、はい、あのエビスマスカッツの神崎紗彩ちゃんとクロちゃんでデュエットソング、クロサッキーで、だって恋だし。はい、ということでどうでしたか、クロちゃん。いや、どうでしたかって、むちゃくちゃすぎるわ、本当に。そうっすか、本当っすか。いや、なんなん、俺なんかよそ行きの感じ来たけど、ならいつも通りよかったんだね。全然いつも通りよ、来てください。じゃあ、ねえ、じゃあもう一人なんかちょっとエロい感じの女連れてきてね、すればよかったわ。いや、結局やっぱクロちゃんがやってることは正義です。正義、うん、世の中の男の子たちの夢を叶えてますよ、やっぱり。うん、もうね、ぜひちょっと、クロちゃんとジェネレーションズは多分一緒にいると、うん、活動の幅が広がると思うんで、化学反応来ますね、なんか、うんうん、大事な話を忘れてました。今日はもうクロちゃんともうただただ話すだけではなく、そうですよ、クロちゃんのエッセイ、黒か白かクロちゃんの流儀について、改めてどういう魅力か、ちょっと一言だけ言っていいのは、一言だけ、はい、勝手ちょ面白くないんでもう一回お願いします。いや、ちょっと待ってください、忘れてました。はい、これだけじゃなかったんですよ。大事なのがこれでした。11月15日の金曜日から12月の2日の月曜日まで、長野の松本パルコさんで、クロちゃんのモンスターパーク展、
開催されますほう、はい、行きたいそれ。なんとクロちゃんと VR で二人きりのドキドキ体験できたりとか、それちょっとすごいな。クロちゃんの部屋再現したりとか、うわグッズとかもあってね、いろいろ盛りだくさんなので、皆さんね、来てください、うん、だってまだまだこれだけじゃなくて、いろんなところでやるかもしれませんよ。ひでましい、今の何でしょうか。ひでましい、変な空気になっただけで、はい、だいぶ変な空気になったんで、ちょっとクロちゃん、はい、最後のキャッチフレーズをちょっと言っていただけますでしょうか。ジェネトークのお決まりの文句があるんですが、お願いします。ノックスのジェネトーク。ありがとうございます。ジェネトークロちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ここまでのお相手はジェネレーションズ笠原優子と中塚優太とクロちゃんでした。あ、こんなはずじゃなかったしよありがとうございました